へえ、これがコスモスの基礎理論ですか。ほうほう、ふむふむ。なかなかよく計算されとるわい。で、どうなんだよ。コスモスを直すことは可能ですか。わからん。わからんって。この持ち帰ってきたデータとジョーちゃんたちが新たに設計した筐体があれば、確かに元の形に戻すことは可能じゃ。だったら、それでもじゃ、それでもこいつには未知の部分が多すぎるんじゃよ。修理が完璧でも再起動できるかどうか。僕たちの専門分野であるエルデカイザーとは全く別のものですからね。まったくじゃ、こいつは合体どころか変形さえできんからの。おいおい、問題はそこじゃないでしょう。なんか言ったか。あ、いえ、何も。まあとりあえずやるだけはやってみるわい。こいつを好きにいじくれる機会だぞ。そうはないからの。そうですよね。主任、本当に大丈夫ですか。博士たちに任せたら輪をかけて悲惨な状況になるかも。聞こえとるぞ、このスカタン。ことメガに関しては手を抜くことなんぞせんわい。それよりこんなところにゾロゾロおられたらもう作業の邪魔じゃわい。さっさと出てけ。ラウンジで流行りのゲームを遊んでみたらどうです。少々中身をいじくってみたので楽しめると思いますよ。へえ、まあ気分転換にはいいか。行ってみようぜ、シオン。そうですね、主任。僕もお供しますよ。マーティ、お前はここに残るのじゃよ、助手任を。は？当たり前じゃろう。臨時助手の分際でもう仕事をサボるつもりか。さあさあ、張り切っていきましょう、アレンさん。